どうもビンゴおじさんです。今回からですね、スーパーマリオ風ゲームを作っていこうと思います。で、前回の動画では、ざっくりとしてですね、最終的なコードの解説と、どんなゲームを作るかっていうところの解説をしていますので、ぜひですね、まだ見てない方はそちらの動画から、見ていただければなというふうに思います。で、今回の動画も複数回にわたりますので、ぜひですね、チャンネル登録をして、お待ちいただければと思います。で、まず、前回も説明したんですが、こちらを見ていただきたいんですが、このマリオを作る手順っていうのは、まずはですね、このアイテムを作ると。で、アイテムを作った上でステージを作って、そのステージの上をプレイヤーを動かして、最後は敵を動かしていくっていうような、ざっくりと言うとこのような作りになってます。まずはこのアイテムを作るところから今回やっていきたいと思います。はい、ではですね、このスプライト1、これは名前をプレイヤーにしておきましょう。プレイヤーにしておいて、で、プラスボタンから描くで新しくですね、はい、この名前はブロック、はい、という、はい、スプライトを作ります。で、ここにですね、実際のブロックを作っていくんですけど、1つ目は、非常にベーシックなブロックですね。で、この四角のツールを使います。で、四角のツールを使って、色はですね、はい、だいたい10、100で、ここが50ぐらい、これで、ちょうどいい茶色になったと思うので、はい、ここの大きさがですね、こう正方形を描いていくんですが、今これ 18×18 っていう風になってますが、ここが 31×31 になるように、調整をしていきます。今29、もう少しですかね。はい、今 31×31 になりました。で、これを、はい、真ん中に持ってきて、で、これがブロックになります。で、ちょっとブロックっぽさを出していくので何個かやることがあるんですが、一つが、この塗りつぶしを黒にして、この右端にですね、ちょっと黒い色を入れておきます。はい、そうすることで重なった時に、キレックですね、はい、境目ができるということになるので、まずはこんなに入れておきましょう。で、あとはこの線を使って、なんとなくこんな感じでですね、こんな感じで線を入れてあげます。はい、はい、こういう感じの線を入れておくと、ちょっとブロックっぽく見えるかなというふうに思います。で、もう一つやらなきゃいけないことがあって、この上の部分にですね、はい、地面を作っておきます。はい、これは後からですね、この猫が乗っかれるようにしたいので、この蓋をここに一つつけていきます。で、ここの、色を、はい、ここをですね、枠線はいらないので、色を、ここは好きな色でいいんですけど、今回は10、50、100、はい、こんな色にしておきましょう。はい、で、これがきちんとですね、この上側が一番この色になるように、はい、このようにしておきます。はい、はい、こんな感じでいいかなと思います。で、次この、コスチューム1を、この名前はブロックにしておきましょう。ブロック、はい、にして、次はですね、ハテナブロックを作っていくんですが、これ右クリックで複製をします。はい、そして、この線はもういらないので消してあげて、はい、でですね、はい、で、この黒もいらないので消して、で、この色を、ちょっと黄色にしていきます。で、色のところをどうですかね、13ぐらいで、ここが50ぐらいで、はい、で、100にすると、いい黄色になりますね。で、これで、で、ハテナブロックはですね、これ黒にして、ちょっとこの端っこにこんな感じで、はい、四角をこれコピーペーストして、こんな感じですね、こんな感じで4箇所に入れておくと、はい、
ブロックっぽくなります。はい、でここにハテナを書きます。で、この、文字のところで、文字の色は、10、はい、50、これ56ぐらいでいいかなと思いますので、これで、文字でハテナを書きます。ハテナですね、ハテナを書いて、はい、ここに入れると。で、これを、コピー&ペーストして、コピー&ペーストして2つ作って、後ろ側のこれ色を黒にしてあげます。真っ黒にして、で、少しこう重ねてあげると、はい、いい感じになったかなと思います。で、名前はハテナ、ハテナですねにしておきましょう。はい、で次土管です。これまた右クリックで複製をして、でここに土管を書いていくんですが、土管はですね、これより一回り大きくします。ですので、これそのままちょっと置いといてもらって、この上にかぶせるように書いていきましょう。で、こう四角を書くんですが、ポイントはこの下を、はい、このようにですね、下を合わせる。で上は、元々のブロックよりも大きくて大丈夫です。まあ、このぐらいにしてあげて、で、今回の土管の色はですね、はい、37、37、はい、100、100、はい、これを土管の色にしたいと思います。で、枠線で、枠線で黒で少し太め、まあ、このぐらいでいいかなと思いますので、枠をつけておきましょう。で、これをちょっと小さくしますね。で、これをまたコピー&ペーストして、少し長方形にして、こんな感じで載せると、まあ、土管っぽくなるかなというふうに思うので、まあ、こんな感じでどうでしょうか。はい、で、より凝りたければ、この下側の土管は、はい、グラデーションに、この上下のグラデーションにして、はい、でこちら側の今これ黄色になっちゃってますが、ここの色を、はい、25、はい、100でちょっと暗めの67ぐらい、まあ、こんな感じにすると、まあ、より土管っぽくなったんじゃないかなというふうに思います。で、土管はこれでできると。でこの名前も土管、はい、というふうにしておきましょう。はい、次はですね、ゴールの旗です。でこれまた右クリックで複製して、で、ゴールの旗を書いていくんですが、ゴールの旗はこの四角で、色は、少し灰色にしてあげて、まあ、枠線はいらないので枠線はなしで、またこれも下は共通で、ここからぐーっとこう、はい、こんな感じで旗を立ててあげます。こんな感じでですね、まあこの高さは自由に設定してもらって、こんな感じですね、真ん中になるようにして、で、ここに、赤い三角形を書いていくんですが、赤で、はい、四角を書いて、はい、で、ここを削除すると、はい、そうすると旗ができるので、まあ大きさは自由にこんな感じで、設定してあげればいいかなと思います。でこの土管の部分はいらないので消してあげましょう。はい、消して、まあ、裏側にあったハテナも全部消してあげて、はい、これも全部消しましょう。はい、でこれで旗ができたと。これ真ん中にやっておきましょう。はい、基本的にこの4つで、ステージを作っていくんですけど、このハテナを叩いた時にこのハテナが空になるっていうのを作っておきたいので、これハテナをこれ右クリックで複製して、これ一番下に持ってきて、コッシュ名を空にしてあげて、で、ここの、はい、こ
ここですね。このハテナは消して、はい。で、ここの黄色の色を、はい、塗りつぶしで、11、50、で、50。はい。このぐらいの色にしておきましょう。はい。これがカラー。まあ、ハテナがあって、これをポンと叩くと、ピロンとですね、あのコインが獲得して空になるっていう感じです。はい。 あとこの土管の上ですね、この土管の上にも蓋を入れとかなきゃいけないので、この蓋をコピーしてこの土管の上にですね、乗せておきましょう。土管の上にもしっかりと乗れるようにしなきゃいけないということですね。はい、こうしておきましょう。まあ、これで土管の上にも、着地できるということになります。はい、これで、ブロック一通りできたということになります。で、このブロックを、配置するステージっていうのをこれから作っていきます。はい、で今回は、コースを描くのにこの Excel を使ってやっていきたいと思います。で、Excel をこれ今横長のセルになっているので、これをですね、横も縦も50ピクセルに、はい、このように合わせてですね、合わせてあげて、はい、これで正方形を作ります。はい、で、縦が12で横が50というのはですね、 AX かな、 AX までが50になりますので、これで、はい、格子をつけてあげて、少しこれ全体が見えるようにちょっと小さくしてあげましょう。はい、こんな感じですね。で、ここに、ステージを描いていくということにしたいと思います。で、まず一番下は、はい、ここは全部ですね、一旦、はい、この茶色にしておきましょう。茶色に、はい、します。で、これ番号をつけておきます。で、この番号は、1番っていうふうに入れておきたいので、これちょっと1番が見えづらいので、色は白にして、大きさを大きくしましょう。まあ、こんな感じですかね。はい、こういうふうにしておいて、この茶色いところは全て1番というふうにしましょう。で、ここ一番下が地面で、まあ、あの例えばですね、はい、これをこうコピーして、この辺りに一つ浮いた、はい、地面を作っていこうと。で、例えばこの真ん中を、はい、黄色にして、でここがちょっと黄色、これちょっと見づらいので、オレンジにしましょうかね。オレンジにして、これが、ハテナと。でハテナブロックはここを2番にしようですね。2番にしておいて、じゃあ次に、まあ、土管をどこに配置しようかっていう時に、例えばこの辺りに土管を配置するってなった時に、この緑を置いて、土管は3番というふうにしたいと思います。ちょっとこれも、こんな感じですね。3番にというふうにしておいて、まあ、こういう形でですね、じゃあ、ここら辺にもハテナを作ろうかなとか、この辺りに、はい、また浮いた地面作ろうかなとか、まあ、こんな感じで、どんどんですね、はい、コースを作っていくと。で、例えばあの地面を開けたければ、ここは、はい、このように開けておけば、ここは何もないっていうような感じに、まあ、こんな感じでですね、コースを作っていく。で、はい、で今回は最終的にこのようなステージを描いてみました。で、この空白の部分にはですね、0っていう数字を入れておくっていうのも一つポイントになってます。で、前回も説明したんですが、はい、こちら見ていただきたいんですが、今書いた、ステージがこれですね。で、これをステージを書いて、それをリストにします。で、リストにして、これをリスト通りにブロックを並べていくっていうのが、このがマップチップっていう技になりますので、このリストを作っていくっていうのをこの後はやっていきたいと思います。はい、ではですね、プロジェクトの方に戻ってもらって、はい、でこのブロックのコードのところで、この変数のこの下にですね、このリストを作るというのがあるので、これをポチッと押して、マップというリストを作ってあげましょう。で、OK を押すと。
で、このマップの中に、先ほどのマップチップを描いていくっていうことになるんですけど、一番上は何かっていうと、ここですね、0が50個並んでるっていうことになるので、はい、ここにプラスで、一番上は0が50個ですよ。はい、このように50個描きます。で、2つ目、上から2つ目はどうなってるかっていうと、はい、基本的には0なんですが、00000で途中で2が挟まって、また00000っていう風になるということになります。ですので、プラス でここに2が入って、はい、このようになると。で、同様に、まあ、3つ目は、0が来て、途中で2があって、ずっと行って、最後また3があって、0になっていく。で、これをまたここに、書いていって、それをですね、1、2と続いていって、これが12列までありますので、12列まで、書いていくっていうのが、マップチップっていうことになります。はい、マップチップをすべて書いたものが、こちらになります。で、例えばこれ一番下を見てみると、これ111ってなってるのは、これは、まあ、さっきのこれで言うと、これ111って、途中が0が入って、でまた1100で11っていうふうにこうなってるということですね。で、この一番最後の一つ上には4がある。これは何かっていうと、旗があるっていうことになります。まあ、このようにですね、ステージで描いたものをそのままこのリストで表現していくっていうのが、これがまあマップチップということになります。では、これを元に、はい、コードで、このブロックを配置していくっていうのを次にやっていきたいと思いますが、まあ、今回ですね、少し動画が長くなったので、この辺りで終わりたいと思います。またですね、2日後ぐらいに動画アップしたいと思いますので、ぜひチャンネル登録をしてお待ちいただければと思います。また今回の動画役に立ったよという人は、グッドボタン、高評価もいただけると励みになります。ではまた。